こんにちは。兵庫県尼崎市で、合同会社 GWIL という事業所をしております浜辺と申します。日本人です。よう焼けてますけどね。タクシー焼けです。よろしくお願いします。本日はですね、私どものお客様であるなすみちゃんにお越しいただいてます。イルカかい。浜田さん、こんにちは。こんにちはって。イルカさん、なすみちゃん、はい、どうもどうも。どうもどうも。元気ですか？まあ、今日は元気です。素晴らしい。うちは介護タクシーや訪問のヘルパーや6月から、グループホームをやるんですけど、何かわからないことないですか？例えばグループホームで体調が悪くなった場合、ウィルさんではそのまま病院に連れてってもらえるのでしょうか、それとも一回お家に帰らないといけないんでしょうか、どっちなんでしょうか？まあ、行けます。お送りしますっていうのは、うちは介護タクシーもやってますし、僕自身も運転手してるんですけどね、はい、他の、グループホームに住んでる住んでないにかかわらず電話がかかってきて、今から助けてくれ連れてってくれは結構多いんですよ。できる範囲対応してますので、何も変わりはありません。しんどいっていう時には頑張っていくようにするようにしてます。やっぱ大変ですもんね。そうなんですよ。タクシー捕まらなかったりしますか？いや、タクシーもそうなんですけど、一回救急車に断られたことがあります。ああ、どんな感じだったんですか？いや、38度の熱を出した時に、38度の熱具合では救急車を使わないでくださいってことを言われて、まあ平熱が低いとかね。、はい、結構しんどいんだけどっていうところがね、そうなんです。伝わらなかったりしますよね。その点、介護タクシーとかやったら、まあ初めましては誰でもありますけどね、まあ、リピートで使っていただいたらそのお客様の状態とかも把握するので、余計ね、しんどい時に家は長崎市のあんでもって言わんでも分かるし、行くし、そういうところはメリットですかね。そうですね。まあいつでもご利用ください。まあ利用しない方がいいけど。まあ元気で過ごしてくださいね。はい、ありがとうございます。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。ウィルチャンネルでは今後も皆さんのお役に立つような情報をアップしていきます。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。ツイッターも複数やっておりますので、ぜひ見つけたらフォローをお願いします。それではまた、浜辺でした。